マルコ・ファスは、ブラジルの男性総合格闘家。リオデジャネーロ州出身。ファスはアリトゥード主催。ルタ・リーブリ7段。ブラジリアン柔術黒帯。柔道黒帯。UFC7 王者。ヒクソン・グレーシーが対戦を避け続けた男。路上の王と言われた。ストリートはポルトガル語でファスである。ルタ・リーブリ。ブラジリアン柔術。レスリング。ムエタイ。ボクシング。 テコンドーなど様々な競技の技術を学んだ。1995年9月8日、UFC7 のトーナメントで優勝を果たした。1995年12月16日、アルティメットアルティメット1995のトーナメントでは準決勝で、オレク・タクタロフに判定負け。生まれて初めて人と戦って、負けと言われたとリング内で大泣き。 1998年3月15日、プライド初参戦となった、プライド2でゲイリー・グッドリッチと対戦し、ヒールホールドで一本勝ち。1998年10月11日、プライド4でアレクサンダー・オオツカと対戦。オオツカのグラウンドパンチを顔面に受け続け、にある終了時に、繊維喪失、タオル投入による TKO 負け。 この試合についてファスは、試合前に飲んだ、鎮痛薬の副作用でコンディションは最悪だった。大塚とはぜひ再戦したいと語っている。アイファルでは、サザンカリフォルニアコンドルスのコーチを務め、2007年5月19日、モーリス・スミスと45歳のコーチ対決を戦い、タオルトーニルによる TKO 負け。ありがとうございます。